シエリチャンネル。じゃあ続いてはアイラインはシャネルのスティロユーの88番を使います。久しぶりに出てきたこれ私の動画で。でまつげの際ちょうどねまつげとまつげの間をねクリクリクリって埋めるような感じで入れていきます。これはねまずこのブラック漆黒のブラックで目の際を、特にまつげが和田さんは気になるっておっしゃってたのでまつげを多く見せるような効果を最初にやっていきます。なんかねタッチが優しくてすごくない？はっきりこっきり、これすごい全然違います。うわすごくない？いい感じ。あもう待って結構顔違う、結構くるっくりっとしてきたよね。クリッとしてきた。あとちょっとタレっぽくなってきた。そうそうそう。でこのエスプリークの私がよく使ってるジェルライナーでブラウン、これでねアイラインのグラデーションをしていきます。うわアイラインのグラデーション。そう最初黒で際を埋めた後に上からブラウンのジェルライナーをこう重ねることでアイラインのグラデーションをしていきます。これもね目頭をちょっと高く太く描いていきます。で下ラインもちょっと引いていきます、うんうんうん。ちょっと隙間を開けてこう曲線的に、へえ、ちょっとだけ目尻動かそう。すごい。あすごくない？にゃん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 ってしたくなるよな。にゃんにゃんしそうじゃない？マスカラいっちゃうそのまま、うん、だってやめちゃう。ラデュレのお気に入りのマスカラです。うん、これはね、モテメイクに最適。あとね、就活メイクとかオフィスメイクとかそういう時にも最適。うーん、ナチュラルに一本一本まつげがしっかりと繊細なの、まあ、ブラシがこれだけ細いっていうのもあって。あー、うるうるしてる。すごくない？いい感じ、いい感じ。待って、すごいわ。あ、ほんと和田さんのターンでイエス。はい、D アップのブラウンブラックのリキッドを使っていきます。何色ですか？ブラウンブラックっていうさ、へぇ、ブラックすぎない？あー、ダークブラウンな感じなのかな。ダークブラウンよりもブラックよりなんかな。そう、ちょっとね、ブラック味が強い。へぇ、うん、あ、いいー。あ、なんか羊さんみたい。羊さんがいるの。D アップいいよね。いいよね。画家さんみたいな。これ画家になるの。画家さんになる。うわ、かわいい。いい感じ。うん、よし、おきり OK でしょう。で、OK ですか？はい。そしてビューラーをしますから。しますから。しますから。やられ慣れてるでしょ。あ、でもビューラーはね、基本的に自分がそういうことがあるかも。うわ、めっちゃいい。そう。私このままね片方ずつやっちゃうの。新しい。確かに。別に悪くないもんね。そうなの、なんかさ、固定そのまま しちゃいたい。あー、なるほど。あー、で、今の速さすごかったし、うん、頭いいね。うわー、 CM ですか？ね、和田さん、見切れてるから見切れちゃった、戻ってきた、戻ってきた。え、走れるに今すぐ鏡を見せたいんだけど、今ちょっと消してるんですよ、鏡を。ちょっと、あの皆さんにだけお届けしておきますね。え、まつげめちゃめちゃ綺麗なの、これ。ねえねえ、走れるよ、ほんと気づいてない。 CM 来た？CM 来たよ、もうこれ。すっごくわかるよ。うわぁ。と、今カジエリはあのまつげがすごい綺麗なので根元、うん、にもうとにかくグッとこのエクステンションマスカラ、うん、すごいね、根元に当たってる感じする。そう、根元だけに当てて上にはほんと溶かす程度、うんうん、あ、めっちゃ綺麗。こう、印象をね、くっきりさせてる感じで、うんうん、あ、本当に綺麗です、うん、声が張りが出ました。本当に綺麗です、はい、すごい綺麗。いい感じでしょうか？あ、すっごくいいです。で、ちょっと、うん、今、まあ、あの最後仕上げに、うん、下まつげした状態でなんとなくバランス見て、うん、下にもね、上で一番最初につけたあのボビーのベージュ、うんうん、ここでちょっとだけ足そうかなって。ということで、マスカラ OK。
次のターン。はい。オッケー。じゃあ次は、うん、おチークね。うん、そうチークね。チークね。これもチークも変わりそう。ね、うん。ちょっとチークは今回、うん、どうしようかな。クラランスのこのジョリーブラッシュ02番と、うん、セザンヌのこのベビーピンク13番を混ぜようと思います。混ぜるの？混ぜる。わー素敵。なんかこれだけだとちょっと大人っぽすぎちゃう可能性があるから、うん、こっちのベビーピンクをね軽く混ぜたいと思います。うん、お、内側に丸くふんわりつけます。絶対かわいいから。あ、いい感じ。あ、見えるかな。色がね、飛んで見えちゃう可能性があるからちょっとこれ見にしようか。うん、これぐらい。でも肉眼で見た感じはこれぐらいがね、ちょうどいい。あ、かわいいかわいい。違うわ、うんうん、ちょっとね、ノーズシャドウも入れていいかしら。でもできてきましたね。できてきましたよ。うん、あそこなんだ。もともと鼻綺麗だけどね。ちょっとだけ、ちょっとだけ高さを出します。すごい、ここに入れたんだ。ブラシをね、こう縦に毛先を使う、はいはいはい、で、上に上がります。へえ。あ、自然ですね。すごく美人ですあ、何それブラシ。あ、扇状のブラシが出てきました。プロだな。小田さんは、うん、額が、うん、ここにちょっと丸みが欲しいので、うん、こう撫でるように。え、すごい。何それ。生え際の方から、うん、下に降りてくるようにハイライト入れます。おでこはね、丸い方が女性的に見えて、こう平っぽく見えると男性っぽく見えちゃうから。あ、なるほどね。あの芸能人で例えると安室奈美恵さんとか、こっから丸い。めっちゃ丸い。そうそうそう、うん、こっから丸いとすごい女性らしい、あのおでこになるから、ここにね、生え際にね、もうここぞとばかりに入れてあげるといいです。へえ、なるほど、はい、丸く入れたり、こう今和田さんは三角形に、うん、こう逆三角形みたいな感じで、うんうんうん、入れました。すごくない？これさ、髪の毛下ろしたらもう違いそうだよね。違いそう、確かに確かに。で、シャネルのボームエサンシールトランスパランを使います。めちゃめちゃ楽しい。なにこれ、なにこれ。これあの、ツヤ出しです。あ、見せてきた。ツヤがね、綺麗に出てくれるので。あ、見える、見える、見える、めっちゃ綺麗じゃない？ね、綺麗綺麗、すごい。横顔がね、綺麗に見えるように、うん、この鼻のね、付け根あたりもちょっとツヤをプラスすると、横振った時にここにツヤツヤで綺麗に見える。あ、これわかる。わかる。メイクってすごいねメイクは立体だからね。本当にね、繊細だよ。カジュエルのメイクは繊細だ。ありがとう。え、すごくわかる、ツヤね、綺麗でしょ。うん、じゃあ次は和田さんのターン。いつから、いつは使っていくのはこちらですね。キャンメイククリームチーククリアの05番です。かわいい。ここでかわいい色が来た。これね、意外とかわいい色がね、うん、ちょっとこれを、ブラシで軽くつけていきます。ブラシでつけるんだ、うん、なんかやっぱり外側、あーあー素敵とリップはあの両部員さんっぽくポイントでのせていきたいので、濃い、うん、ちょっと強めのもの、うん、なのでチークはやっぱりちょっとこう親近感が出るように、うん、なるほどなるほど。あえてこう、あえてね、ちょっとウブな、うん、ちょっと可愛らしい感じに、そうピンクオレンジかつちょっとやっぱクリームで、うん、ちょっとねクリームタイプは置いてあげてぼかすとパウダーに変わってくれると思うので、うん、なるほど。ちょっと置いて、あら、すっごく素敵よかった。すっごく素敵。あのクリオの、はい、クリオのこれ、うん、あのちょっとツヤの新しいやつですね。ツヤの新しいやつ。ちょっとね、クリオの。あ、じゃあテロップ入れましょうか。うん。あ、あれだ。
キルカバーグロークッション、うんうん、Okay、あのね、キルカバーシリーズの、ツヤタイプのやつなんですけど、あのね、ハイライトっていうよりはもうツヤは、あ、そうなの、これで部分的にこう足していく。もともとそのハイライト、ツヤ出しとして売られてるやつ、うん、あ、これはクッションファンデとして、あ、ファンデとして売られてるやつだけど、そう、売ってはいるんだけれども、ツヤ出しとして使ってる。私は結構そのなんかカバー力っていうよりは、うん、まあ、カバーは毛穴とか結構ね、うん、綺麗に埋めてくれるので、うん、最後仕上げに使ってもいいんだけど、でもね、カバーにとどまらず、うん、すっごく繊細なツヤも出してくれるんですよ。で、全然テカらないので、うん、ちょっと最後この赤みとか、うん、細かな部分、これからリップもつけていくので、うん、口角の部分とかも、うん、ハイライトとカバーを一緒にできる。でもちゃんとね、フィットしてる感じがある顔に。そうなんですよね、なんか浮いてない感じしません？うんうんうん、フィットしてる。そうで、顔の中央だけやっぱりちょっと明るさを出してあげることで、うん、なんかこうシェーディングとかでわざわざ暗く作らなくても、うん、これだけでちょっと、うわ、すっごく綺麗。はい、はい、こちらで OK OK。 じゃあ次は最後だね、リップ、最後、リップ OK。 ようやく最後で、はい、それでですね、ついについに最後仕上げが来た。うわ、かわいい。クラランスのこちらのジョリルージュラッカーの 705L ローズ、ちょっとブラウン系なんだけど、うん、こうピンク味も入っててね、ちょっとね、エレガンティーに仕上がります。わ、かわいい。そう、かわいいのよ。もともとのね、あの和田さんのね、リップの色もね、綺麗から、上唇をちょっとね、ぼかしたい、ちょっと乾いてからでいいから、うん、この輪郭をぼかして、綺麗な出ししてるの。そうそうそう、ここをね、ちょっとぼかすとより産感が出る。へー、ここがね、こうはっきり出ると、うん、ちょっと年齢がね、上に見えちゃう可能性があるから、そう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 、はっきり出るとね、上がね。どうしてどうして、なんでなんで攻撃、なんでなんで、子供の頃よくあった、なんでなんで、私もよくやった、よくやった。なんかね、まあ、赤ちゃんの唇とかをね、想像してみるとわかるけど、ちょっとね、輪郭がね、ぼやっとしてるの。やっぱこれいい情報。そう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 、それをね、するみたいに唇の上の輪郭を、特に和田さんは口角は特にあのシャープにしてていいから、うん、この上の輪郭っていうのは、うん、ちょっとこうぼかすようにするといいと思います。わ、かわいい。全然違う。かわいい、かわいい、うん、あ、超うるっとしてる。抱きしめたくなる感じね。では、和田さんのターン。はい、ではということで、こちらもついに最後のターンになりました。挑戦したことないからな。え、絶対に合うの。で、最近私が皆さんにものすごくご利用ししたいったり、もう本当にときめいちゃった、ラッカーインクリップシャイン308番資生堂の、すごい可愛くないですか、このパッケージ。 YouTuber さん。 YouTuber だよ。おー、発色がパキッとしてるね。ちょっとね、そう、パキッとしてるの、うん、直接で、まああの美容部員さんって、うん、あの結構ね、ワンポイントでやっぱり色をしっかり出すことが多いので、うん、例えばもうリップはもうほんとパキッと、うん、で、あとちょっとほら、今回みたいにヌーディーにして、うん、やっぱりあの商品を説明するときとか販売したいときとかも、もうなんかたくさんの情報が顔にこうわっとあるよりも、うん、いかにそこの、なんだろうな、それ以外を抑えて、うん、それだけを目立たせるかって結構重要じゃないですか。うわ、めっちゃ可愛い。で、このまんまんまして、うん、まんまんまんましてもらう。可愛い。でも写真やばいよ。嘘、ちょっと楽しみだわ。ねねねね、もうどうしよう、かじえり、確かよく眠れそうだよ。はい、いい、オッケー、オッケー、完成、完成。はい、仕上がりました。仕上がりました。どう、いや、見てないもんね、まだ。すごいよ。和田
さんも超可愛い。え、嘘、ね、今ね、私服に着替えてもらって。そうなんです。可愛い。やだ、モテだよ、これは。初公開だよ。いやだね、レアだよ、みんなレアだよ。もう、嬉しい。可愛い。でもちょっとまだ見てないからさ。そうね、うん、お互いに、うん、じゃあ確認しましょう。私、あれでいい。うん、カジは、カジの持ってきた大きいやつで、大きいやつで持ってきたので、はい、いきましょう。せーの。おお、すごい。違う、わ、私このメイクあんまりしたことないけど、すごい。いいやん。あ、すごい。めちゃめちゃ綺麗なんですけど。いや、綺麗。ね、やっぱさ、うん、すっごく綺麗。これさ、多分さ、お互い超褒め合う形になるけどさ、うん、いや、私ね、このかっこいい系のメイクがね、うん、似合ったことないの。え、本当？けどさ、うん、初めていいって思った。わ、嬉しい。すごい嬉しい。え、めっちゃ嬉しい。なんかこの自分もありかもって思えた。え、ね、やめてよ。やめてよ。私もすごく、え、すごい嬉しい。いや、いい、いい。このアイシャドウとか超欲しくなる。めっちゃいいでしょ。あ、待って待って、やばいんだけど、この毛。え、ねえ、見出しすぎだから、ちょっと。ちょっと、鳥の巣みたいになってる。ちょっとピヨピヨピヨ。もうすごい、ちょっと待って。喜んで、ちょっと。もうさ、あの、せっかく。せっかくさ、こっちこっち。ちょっと、つけて。めちゃめちゃ似合ってる。和田さんです。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。近くで見てもね、めちゃめちゃ綺麗なの。発色とか嬉しい、グラデーション、本当に多分細かい部分が繊細なんだと思うんです。ありがとう。めちゃめちゃ綺麗。ちょっとなんか新しい顔を発見できました。やった、すごい嬉しい。優し、優しい感じなの。そうね、優しげを、うん、あのイメージしたっていうか、うん、それはね、すごく頑張ってみた。ね、なんか涙袋とかすごいさ。これ欲しかった、欲しかった。あ、ほんと？うん。すごい可愛い。いや、嬉しい。私もこのメイクをね、これからもちょっとやっていきたいなと思う。ちょっと勉強するわ。いや、もう、こちらこそ本当にありがとうございました。ありがとうございました。いい動画になりました。すごくいい動画になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、すごい。もうお互いに大変身で。ねえ、多分誰ってなりますよね、うん、新しい自分がお互いに発見できたかなと思います、うんうんうん、改めてなんか本当にメイクの凄さと、うん、あとはやり方がやっぱちょっと違ったりとか、うん、視点が違うだけで、うん、こんな変わるんだって思いました ね、 ね、 いやね、友達と交換してもね、ね、楽しいかもしれない。本当に楽しいかもしれないです、うんうん、ぜひ皆さん少しでも参考になると嬉しいです。嬉しいです。はい、はい、それでは和田さんの方のチャンネルでも、はい、動画を配信してますので、うん、ちょっとバラエティ寄りのね、そう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 、はい、5分メイクをチャレンジしてますので、はい、ぜひご覧ください。ご覧ください。はい、はい、それでは今日も最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンを押していってください。ありがとうございました。